はいどうパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は生死をかけたバトル部九州大分対長崎、そして、ね、J3 の方もですけどね、北九州対宮崎のゲームのマッチプレビューの方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、今節 J2 の中でも屈指の注目カードになるんじゃないですかね、この大分長崎ということでね。そして J3 の方も九州ダービーということで、まあ、北九州と宮崎のゲームが行われますが、まあ本当ね、長崎に、ね、関してはこの試合もし負けてしまうと点々点って感じが、します。相当厳しい感じになるんじゃないかって感じがします。だからこそこれは大分をメンタル面でまず上回らないと、いけないですし、逆に大分からするとこの試合勝つことによって、ね、これプレーオフ圏内というのはだいぶ安泰になっていくんじゃないかっていう感じが、するんですけれども、さあ、この試合のプレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグは九州勢フレッツを中心として動画を作っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。まずこちら、大分長崎ということで、現在大分勝ち点が60で5位でございますね。で対する長崎が勝ち点55で8位ということで、現在長崎はプレーオフ圏外に、落ちてしまっている状態になっていますが、まあ、この5位ですね、プレーオフ圏内となる5位の大分との差の勝ち点差5ということで、ね、この勝ち点差5、まあ、勝てば2ポイント差まで縮めることができますが、負けてしまうと勝ち点差が11、まあ、2桁の差になってしまうんで、まあ、本当現実的には6位を狙うしかなくなると、本当1枠を狙うっていう感じになってきますんで、長崎からしたら絶対この試合、勝つことはできない。そしてまあ大分からしてもですけど、ね、まあ現在5位にはいるんですけど、本当このプレーオフ圏内というのを確実なものにするには、この8位長崎をさ、落とせるかどうか、そこは本当大事なゲームに、両者にとって今シーズンを、分けるゲームになるんじゃないかと思っておりますね。でしかしまあ長崎に関しては、毎年この秋口に重要なゲームが、続いているなという感じがします。まあ、昨シーズンもやっぱりこれね、うん、秋口10月11月というのは本当ね、これなかなか熱いゲーム、重要な試合がついたんですけどね、もっと前、おととしに関してもやっぱアビスパ福岡とのこれ、昇格争いというのをやっていたわけでございまして、まあ、長崎からしたらこれ、鬼門の、秋口になっているわけでございますけど、さ、この試合しっかり、両者と、戦ってほしいことでありますけどもね。はい、そしてこれが両者直近5試合ですけれども、まあ、大分負けなし3勝2分けということでございますね。で、対する長崎がやっぱ苦しい1勝1分け3敗ということで、ここですね、まあ、この両者との、ね、この直近5試合を見ただけでも、まあ、じわりじわりと差が広がっているという感じが、します。まあ、大宮、金沢、大分はこの下位のチームに、ね、これ勝ててはいないんですけれども、それ以外の試合に関してはしっかり勝つことが、できていて、毎試合しっかり勝ち点を積み上げることができているというのが大分でございますが、さ、長崎ここでまず大分戦、この大分を乗り越えれば、まあ、徳島、山口という、まあ、これは比較的に、まあ、中位から下位のチームとの対戦が、ね、あるんで、ここまず大分との試合勝つことによって、またこれプレーオフ圏内というのは再浮上かなと思いますし、逆に大分からしたらこの後、ね、長崎、横浜市、山形、このプレーオフとか、ね、優勝を争っているチームとの試合が続くんで、大分からしたら絶対この試合長崎には勝っておきたいゲームにはなると思いますし、長崎からしたらさっきも言ったように、まずここを乗り切ることによって、ね、これ下位とのチームとの試合もまた続いていくんでね、そういう、まあ、両者はね、難しいところあると思うんですけどね、本当この試合にかける思いというのは本当重要、本当にこれ気持ちの面では、負けてほしくね、僕はね、正直どっちを応援するかとか、これはね、まあ、九州勢なんで言えないところも、あるんですけど、しかし、まあ、ここやっぱり戦う姿、本当素晴らしいゲームというのを期待したいところでありますけどもね。はい、そして両チームの、まあ、チャンス構築率、まあ、数字的な話になってきますが、大分もやっぱりこれデータ的にじゃ特別これ J2 の中では、トップクラスに良いものがあるかというと、まあ、特別なものは正直ないんですけれども、やっぱこう長崎との差でいうとシュート成功率のところですよね。最後決めきる力というのはやっぱ大分の方が上回ってます。まあ、11.8 成功率が、11.8% になってきます。まあ、長崎も 10.2% で2桁、ね、あるんですけれども、やっぱ勝ち点3を分けるところというのはこのシュート成功率、まあ、得点というのがですけれども、ね、一番これ勝敗に直結、しやすいところになってくるんでね、というのはやっぱりありますけれどもね。で、あとディフェンス面でいうと、シュート非成功率に関しては長崎が上ではあるんですけれども、やっぱ守備の不安というのは長崎、これ一番サポーターの方が分かっていると思うんですけど、やっぱり守備のところの不安というのは長崎あるんで、どちらかというと守備のところに関しては長崎がどんだけ耐えることが、できるかどうかというところになっていくと思いますが、というのがあるんで、両者のこのゴール前での攻防というのは相当激しくなるんじゃないかという話でございますけどもね。はい、
そしてこれがスタッツですね。これが長崎のスタッツに、なってきますけれども、これは90分間監査の、長崎のスタッツでございますね。ここ毎回対戦相手ばっかり出しているんで、実は長崎とか大分とか、まあ、北九州もそうですけれども、自分たちの90分間換算の、スタッツというのはなかなか出す機会が、なかったんで、意外とね、おって感じかもしれませんけど、長崎一応こんな感じになってますね。まあ平均的な数字と、まあ、平均よりもちょっと悪い数字があるかなというのは、やっぱりありますが、しかしまあこれをどう取るか、やっぱ仮で監督になってからね、守備のところの不安定さというのが目立ちますし、そもそも松田監督とまたスタイルが、ね、違う監督になってくるんでね、この辺がまあなかなかと生みの苦しみじゃないですけどもね、やっぱこう変化を、させて、仮で監督からしたら、まあ変化を、加えたいところというのは徐々に良くなっていけばいいのかなって感じがしますけれども、やっぱりこうチームというのはこれシーズン途中にガラッと、ね、いきなり良くなるもんでもないということでございまして、まあ、そういうのがあるんで、長崎に関してはやっぱこうチームスタイルを変えている段階にはなってくるんで、あまりこの数字というのは当てにはならないのかなって感じがしておりますけれどもね。はい、そして大分のスタッツに関してはこんな感じですね。やっぱボールシェア率、まあ、ポジション率がリーグ2位の 57% ていうか 57% でもリーグ2位なんですね。うん、なかなかやっぱ J2 ってね、すげえ、1位新潟なんかな、1位は新潟なんですかね、横浜 C なんですかね、ボールシェア率が2位ということで 57% で改めて見ると2位なんですね。ちょっとびっくりはしていますけれどね、っていうのがあります。でやっぱドリブルの指標は9位ではあるんですけどね、やっぱウィングバック強力です。まあ、増山選手、井上健太選手、そしてね、これたまにはですけど藤本選手がウィングバックで、起用される可能性もある。まあ、ちょっと怪我とかちょっと分かんないところもあるんですけどもね。しかしまあ何にせよ大分のウィングバックというのは本当レベルが高いものがあるんで、ドリブルが9位なんですけども、しかしまあこれこそ、ね、まさしく数字以上の、ものを持ってるという話でございますけど、さ、両者、まあ、逆に大分からするとこの試合引き分けでもいいのかなって感じがするん で大分がこれ引き分けでもいいかなって思った時に隙が生まれて長崎が最後、決め切るみたいな展開もこれ十分ありると思うんで、本当にさっきも言いましたけどゴール前の攻防、この90分間のゲームコーディネートをどういう風に仕掛けてくるかというのを注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、そして北九州宮崎ということで、現在北九州勝ち点26で14位でございますね。そして、対する宮崎でございますけど、現在勝ち点が26で13位というのが両チームの、成績になりますね。前回は多分2節とか3節でやったような気がします。アウェー宮崎との、北九州からしたらですけどね、ゲームだったと思うんですけども、アウェー戦で敗れてしまった北九州でございますんで、この試合に関しては北九州が、まあ、リベンジを達成できるかどうかというのが一つポイントにはなってくるんじゃないかという話でございますけどもね。で、そして両チーム直近5試合を下に出している通りでございますけれども、やっぱり現在3連敗中、まあ、いわき鹿児島中、まあ、上位陣に敗れて、ね、比較的順位が近い福島にもまあ敗れてしまっているというのが、北九州の、成績になっていくんでね、宮崎、八戸、愛媛中、これから残り3試合、10月は、続いていきます。まあ、まだ10月下旬までゲームは続いていくんですけれども、しかしちょっと悪い流れというのを、北九州からしたらこのホーム2連戦で、立ち聞いたいところではないかという話でございますけどね。で、宮崎の方が、宮崎もだから富山とかね、これ今治とかなかなか難しいところゲームがついていたわけで、ございます。まあ、昨年は JSE でも旋風を、巻き起こした宮崎でございますけれども、今年やっぱなかなか、苦しんでる、まあ、前田選手とかいろんなね良い選手を抜かれてしまったという影響もあると思うんですけど、さ、まあ、この九州勢なかなかやっぱ鹿児島が九州勢では抜けているんでね、そこにやっぱ負けないようなこの北九州と、宮崎も良いゲームを期待していこうと思ってますけれどもね。はい、そしてこれが宮崎のスタッツになってきますが、こんな感じですね。まあ、宮崎に関してはやっぱりこう自分たちでボールつないでいく中ね、このポゼッション型のチームにはなっていきます。まあ、53.5% が、これは、宮崎の数字になってきますが、北九州もボール支配率はもう上位1位とか2位、確か1位か2位に確か今北九州がいるはずなんですけどね、っていうのがあるん で前回北九州が同じくポゼッション型の福島に敗れているんですよね。でやっぱりこう自分たちもボールを、持ちたいし、対戦相手もこうボールを、持ちたい、まあ、似たようなスタイルですね。似たようなスタイルとの、チーム相手にどういう風に北九州が、振る舞うことができるかどうかというのをやっぱり考えてほしいところでございます。やっぱりこうポゼッション型のチームとの、2連戦になっているんでね、この2試合目では前回のこの反省点、ボールを持たれた時にどういう風にま立ち回るかとか、そこも含めてちょっと改善というのは期待していこうと思ってますけどもね。はい、というのもですね、以上プラプンテージルサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録します。さら